ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、紫式部作源氏物語、現代語訳は久保田宇津保、そして谷崎潤一郎、この二人の現代語訳をそれぞれ同じ箇所を並べてみました。それでは本文をどうぞ。久保田宇津保現代語訳、源氏物語、桐壺。その一、どの帝の御代のことであったろうか。女房や好意の多くがお仕え申し上げられていた中に、ひどく高い家筋の出ではない方で、抜き出てご寵愛を被っていられる方があった。十代の当初から、自分こそは第一のものと思い上がっていられた御方々は、呆れるばかりのことにして、その御方を阻止したり、嫉妬なされたりする。その御方と同じくらい、下のくらいの行為たちは、一層の不安なことである。行為は、朝夕の宮遣いをするにつけても、御方々に気をもませ、恨みを受けたのが積もったゆえでもあろうか。ひどく病弱な身となってきて、心細そうにして、里に引き下がりがちにしているのを、帝にはますますかわゆいものにおぼしめされて、今は世の人々のそしりもご神釈ができず、世間の話の種にもなりそうな恩扱いぶりである。苦行や天上人などもそっけなく目角を立てて見続けて、まことに目に余るご寵愛というものです。施しでもこうしたことが原因で、世の中が乱れて大事ともなったのです。と言い合い、次第に世間一体の困り者となってきて、楊貴妃の例までも引き出しそうになってくると、行為はまことにつらいことが多くなってきたけれども、帝の類のなく、かたじけないお心持ちを頼みとして、高級の交わりをしておられる。皇位の父の大納言は個人となって、今は母、北の方だけが、昔からの由緒正しい家の方で、両親が揃って差し当たっては、世間の聖望の華やかな御方々にも、引けを取らずに、何かの儀式の時にも、貢献はしておられるけれども、取り立ててこれという、しっかりしたご貢献というものがないので、晴れの儀式のある場合には、行為はやはり頼るところがなく、心細そうである。行為は、前世にも、帝とのご祝宴が深かったのであろうか、世にまたとなく清らかな、玉のような男巫女までも、お見申し上げた。帝には早くお会いになりたく、その期日を待ち遠しくお思いになって、催促して参内させてご覧になると、珍しいまでの稚児のご器量である。第一の巫女は、右大臣家から上がった女房のお腹で、世間の尊敬が深く、疑いもないお世継ぎの君であるとして、世間でも大切にお使い申しているが、この巫女のお可愛らしさには立ち並べそうになかったので、そちらは一通りのご大切さであって、この巫女の方をはご秘蔵物にして、お可愛ゆがりになることが限りもない。母の行為は、もともと普通の上宮遣いをなさるような軽い身分の方ではなかった。周囲の尊敬が厚く、貴人らしくはしているけれども、帝には並外れてのお祭り方をなされて、しかるべきご主演の折々や、何事につけても司祭のあることの場合場合には、まず行為をお召し出しになられる。ある時は、御神の後にも、そのままおそばに大きになるなど、無体にもお前を去らせないという
お扱いをなされなどしている中に、自然身分軽いもののようにも見えもしたのであるが、この巫女がお生まれになって後は、ひどく低調なお扱いをなされているので、東宮にも悪くするとこの巫女がおられるようになりはしないかと、一の巫女の母女子はお疑いになっている。この女子は他のお方より先に受胎されて、帝の大思いも一通りではなく、巫女たちも荒らせられるので、このお方のお申し状だけは、帝にもやはりお気にかかって、気の毒にも大思いになっていらせられる。皇位は、尊いお庇護をお頼み申す者の、そ知ったり、傷を探し出す人は多く、自分の体はか弱く、しっかりとはしないありさまで、ご寵愛のためにかえって嘆きをしていられる。お局は桐壺である。帝の御方々の局の前をお通り過ぎになりなりして、絶え間もなく好意のお局へお越しになるにつけ、人の気をもませられるのもいかにももっともなことに見える。好意のお上りになるにつけても、あまりに打ち続く折々には、内橋や綿殿のこなたかなたの道に奇怪なことをしておき、お送り迎えをする女房の絹の裾を我慢のできないものにするなどの無法なことなどもある。またある時には通らなくてはいられない目堂の戸を閉めて押し込め、こちらとそちらとで心を合わせてどうにもできないようにして体裁悪く当惑をさせする時も多くある。何かにつけて数えられないほどに苦しいことばかり増してくるので、まことにどうにもならず困り抜いていられるのを帝にはひどくかわいそうだとご覧になって、光陵殿に以前からいられる皇位のお局を他へお移しになって、それを皇位の上局に賜らせる。その皇位の恨みはまして紛らしようもないものである。この巫女の密におなりになる年のお墓間ぎのお儀式は一宮の時になさったのに劣らず、蔵司や納め殿の宝物の限りを備えて厳しく行わせられる。それにつけても世間のそしりばかりが多いけれども、この巫女のご成長になるご器量やお心持ちの世にもまれに珍しいまでにお見えになるのをそねみ抜くわけにはゆかず、ものの理解の終わりになる人は、こういう人もこの世に出てこられるものであるよと、いぶかしいもののように見る目を驚かしていられる。その年の夏、見休んどころは心細い気分の病気をなされて、宮中をお引き下がりになられようとするのを、帝にはどうしてもおいとまをくださらない。年来のご持病になっていられるので、ご老人なれて今しばらく試してみろとばかり仰せになるが、日増しに重くなられて、ただ五六日の間にひどくお弱りになったので、母君が泣く泣くもそうしてお下がり申させる。こうした折にも無体な恥をかくようなことがあってはと心遣いをして、巫女はうちにおとどめ申し上げて忍んでお出ましになることである。帝には別れを惜しむにも義理のあることなので、早々は止めておきになれず、見送りさえもなさらないご不安を言いようもなく苦しくおぼしめされる。まことに美しく可愛らしい人がひどく思やつれして、しみじみと物哀れに思いながらも、口へ出しては何事も申し上げず、正体もないかのようにうっとりとしてばかりいられるのをご覧になると、帝には後も先も大思いになられず、さまざまなことを泣く泣くお約束になられるけれども、皇位はお返事を申し上げることもおできになれない。目つきなどもひどくだるそうで、一段となよなよとして正体もない様子で寝ているので、どうしたらよいのであろうかとお惑いになられる。手車の煎じを仰せつけになっても、またお局へいらせられてはさらにおいとまをお許しにならない。
浄明のある道にも遅れ先立つことはしまいと約束をされたものを、どんなことがあろうとも私を見捨てて一人で行くようなことはできないでしょうと仰せになると、好意もひどく悲しくお土産して、鍵にとて分かるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり、本にこのようになろうと思いましたならばと言って、息も絶え絶えしながら、申し上げたいことはありそうだけれど、ひどく苦しくだるそうにするので、帝はこのままにしてどうなりこうなり成り行きを見果てようとおぼしめすのであるが、好意の里の者は今日から始めまする手はずの祈りで、しかるべき人々の受けたまわっておりまするのを今夜から始めますのでとご催促を申し上げるので、帝には別れがたくお思いになりながら退出おさせになる。お胸はつとふさがって、帝にはいささかのまどろいもできず、夜を明かしかねさせられる。見舞いのお使いが行って帰ってきて間もないのに、なおお気がかりを限りなくも仰せになられたのに、夜中過ぎの頃にお亡くなりになられましたと言って、里の人は泣き騒ぐので、お使いもひどく張り合い抜けがして帰ってまいった。お聞きになるとお心乱れに、帝には何事もお考えにはなれず、ご神女におこもりになっていられる。巫女はこのままおとどめになってご覧になっていらせられたいのであるが、こうした汚れに触れている間を宮中にいられるということは例のないことなので、ご退出になろうとする。どういうことがあったともお思いになってはいず、お仕えする女房たちが泣き惑い、帝もお涙の絶え間なく流れていらせられるのを不思議に思って、お土産していられるので、命のあっての場合でさえ親子の別れは悲しくないわけにはいかないことなのに、まして今の場合は哀れで言いようもないことである。いつの御代のことでしたか、女房や好意が大勢志向しておられました中に、格別重い身分ではなくて、どなたよりもときめいておられる方がありました。最初から自分こそはと思い上がっておられた御方々は、心外なことに思って悪口を言ったりそねんだりされます。その人と同じくらいの身分、あるいはそれより低い位置の高位たちなどは、まして心よく思うはずはありません。そんなことから、朝夕の宮遣いにつけても、購買方の気を悪くしたり、人々の恨みを買ったりしたのが、積もり積もったせいでしょうか。かりそめにやみついたのが、次第に重くなっていって、ともすると、里へ下がって、心細げに暮らすようになりましたが、そうなってくると、いよいよたまらなく愛しいものにおぼしめして、人のそしりをもお構いにならず、後の世の語り草にもなりそうなお扱いを遊ばされます。公卿や殿上人などもぶしつけに顔を背けるというふうで、まことに見る目もまばゆいようなご寵愛なのです。世間でもおいおい気にやみだして、もろこしでもこういうことから世が乱れたり、不吉な事件が起こったりしたものですなどと、やかましく取り沙汰をし、楊貴妃の礼などを引き合いに出しかねないようになってゆきますので、好意はひとしおつらい心地のすることが多いのですけれども、ただ御情けの世に類もなく深いのを頼みに存じ上げながら、御殿勤めをしておられます。父の大納言は亡くなりましたけれども、北の方が昔かたぎの人で、由緒ある家柄の生まれなので、両親のある御方々が現に評判もよく派手に暮らしているのを見ると、娘もそれに負けないようにと、どのような儀式の折にも気をつけてあげたりしておられましたが、
これというしっかりした恩後ろ身がないのですから、なんその時にはやはり頼りないらしく、心細そうにしておられるのでした。そのうちに、先の世からの恩ちぎりも深かったのでしょうか。またとなく清らかな玉のような男巫女さえお生まれになりました。おかみでは早くお会いになりたくて、待ちきれなくおなりなされて、急いで呼び寄せてご覧になりますと、珍しいご器量のお子なのです。第一の巫女は右大臣の女房の御原でいらっしゃいますから、一般の信望が厚く、疑いもない世継ぎの君として人々も大切に存じ上げていますけれども、今度の巫女のお顔立ちの麗しさには、お呼びたもうべくもないところから、第一の巫女の方は、一通りの恩慈しみにとどまって、この巫女の方をご秘蔵子として限りなくご寵愛遊ばされます。母君の行為ももともと普通の上宮遣いをなさるようなご身分ではないのでした。上郎として誰からも重く扱われておられたのですが、とかく今まではお上がわけもなくおまつわりなされて、片時も話すまいとなさいますあまりに、しかるべき恩遊びの折々や何事によらず面白い恩催しがあったりしますと、まずその人をお召しになります。時には朝遅くまで大殿ごもっていらして、その日もそのまま止めておきになるというふうに無理におそばに引き寄せてばかりいらっしゃいましたので、自然軽々しく見える嫌いもありましたが、このお子がお生まれになってからはそういうなされ方をお改めになり、格別にしておやりになるので、悪くするとこのお子が道具に立たれるようになるかもしれないと、一のお子の女房は疑念を抱いていらっしゃいます。何を言うにも一番先に受胎なされて、それだけ他の方々よりは大切にされておられますし、お子たちなどもいらっしゃるので、このお方のお恨み事ばかりはお上もうるさく面倒におぼしめしておいでになるのでした。それにつけてもありがたい見かけを頼みの綱にしておられる行為は、自分のことを足ざまに言い、落ち度を探し出そうとする人たちが多いのに、我が身はか弱く力ない境涯なので、かえっていろいろな気苦労をされるのでした。行為のおつぼねは切り壺なのです。されば、お上がお通いになりますには、ぜひともあなたのつぼねつぼねの前をお通りにならねばなりませんが、それがこうしきりなしでは、奉媒方がいまいましくお思いになるのも、まことにもっともと申さねばなりません。また行為がお上がりになりますにも、あまり度重なる折々には、内橋だの綿殿だのここかしこの道だのに、けしからぬことが仕掛けてあって、送り迎えをする人々の着物の裾が台無しになって、始末に悪いことなどもあります。またある時はどうしても通らねばならない目堂の戸を、向こうとこちらとで示し合わせて閉じてしまい、間をつかせたり恥をかかせたりされることもしばしばです。そんな具合にことに触れて数々の苦労が増すばかりですから、ひどく気がめいってふさぎ込んでおられますと、それをなおさら不憫にごらうじ遊ばして、高陵殿に住んでおられたある行為を別のところへお移しになって、その後の部屋を植えつぼねとして賜りました。追い出された人の身になってみれば、その恨みはまして言いようもないことです。巫女が三つになりたもうたとし、御袴着のことがありましたが、第一のお子の時に劣らず、蔵塚さ、ダメ殿のものをことごとくお持ちになって、立派な式をお上げになりました。それにつけても世間では、非難ばかりが多くございましたけれども、このお子のだんだんご成長になるお顔立ちやご性質などは、どなたの目にも世に並びなく珍しいものに思われますので、そうそう、曽根御代もおありになりませぬ。もののわかったお人などは、こういうお方もこの世に生まれていらっしゃることがあるんですね、と目を丸くして驚かれるのです。
その年の夏、御息所はなんとなくご気分が優れないので、里へ下がろうとされましたが、どうしてもおいとまをお使わしになりません。この頃はいつも病気がちでおられますから、それを当たり前のようにおぼしめされて、もう少しここにいて養生をしてごらんとのみおっしゃるのですが、日に日に容体が悪くなられて、ほんの5日6日の間に大層衰えてしまわれましたので、母君が泣く泣くお願い申し上げて下がらせておあげになるのでした。こんな場合にも人々がどういう恥をかかせるかもしれないと懸念して、巫女はおとどめ申し上げて自分だけこっそりと宮中を出て行かれます。何事にも限りがありますから、お上も早々お止めになるわけにもいかず、見送ってやることさえもおできにならぬお心もとなさを言いようもなくおぼしめされます。平素は大変色つやもよく美しい人であられますのが、ひどく思やつれがしてしみじみと物思いに沈みながら、言葉に出してはよう申し上げず、あるかなきかに消え入るようにしておられるのをご覧になりますと、腰方のことも行く末のこともわからなくおなりなされて、いろいろのことを泣く泣くお約束遊ばすのですが、御依頼をなさる気力もありません。目つきなども大層物うそうに、非常になよなよと夢うつつの体で横になっておられますので、どうしたらよいのかと途方に暮れておいでになります。手車の煎じなどを仰せくだされたりしましたけれども、またお部屋にお入りになってその人の姿をご覧になれば、何としても出してやる気にはおなりになれません。死での旅路にももろともにという約束をしたものを、まさか人を打ち捨ててゆくことはできないであろうにと仰せになりますので、女も悲しくかたじけなく存じ上げて、限りとてわかるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり、はあ、こうなることと前から分かっておりましたら、と息も絶え絶えになりながら、まだ申し上げたいことがありそうにしているのですが、ひどく苦しげに耐えそうな様子なので、いっそこのままここに置いて始終を見届けてやりたいものよとお考えになっていらっしゃいますと、里の方で今日からご祈祷を始めることになっていまして、しかるべき賢者たちが御用を受けたまわっておりますのが、あいにく今夜からなのでと、そばからご催促申し上げますので、ぜひないことにおぼしめしながら下がらせておやりになります。お胸の中はいっぱいで、その世はまんじりとも遊ばされず、明かしかねさせたもうて、お使わしになった御使いがまだ戻ってくる刻限でもないのに、たまらなく気が重めになる由をおっしゃり続けていらっしゃいましたが、夜中過ぎ頃にお亡くなりなされたと里の人たちが泣き騒いでいるのを聞いて、お使いの人も大層がっかりして帰ってきました。それを聞こしめすお心のうち、御嘆きのほどはどんなでしょうか。今は何事もわからなくおなり遊ばして引きこもっておいでになります。それでも巫女はそのままお起きなされて、朝夕お顔をご覧になりたくおぼしめされましたが、かようなところにうちにとどまっていらっしゃる例がないので、これもお里方へご退出になります。サブロウ人々が泣き惑ったり、お上が止めどもなく御涙を流していらっしゃるのを、何事が起こったともお思いにならず、不思議そうに見回しておいでになるのですが、普通の人の上でも親子の別れは悲しいものなのですから、まして今の場合の哀れさは言ってもせんないことなのでした。